国立がん研究センター柏キャンパス30周年記念シンポジウム第1部は国立がん研究センター柏キャンパス30周年の「歩みと将来展望」と題しまして国立がん研究センター東病院長大津敦史より講演をさせていただきます。 はいえー、ご紹介に預かりました、えー、東弁長の大津でございます、えー、休日にもかかわらず、多数の方にご,れご参列いただき、本当にありがとうございます。えー、っと私の方からはです、ねえーあの、国立がん研究センターの柏キャンパスの、えー、30年の歩みと将来展望ということで、えー、我々が今までたどってきた成果と、それから、 まあ今後どういった方向に向かうかということのお話をさせていただければと思います。開、え、院、ーし,ま、しましたのは、えっと、92年の7月です、えー、30年前、えー、当時はですねあのこのように、えーっとまあ、ほとんど荒野の中にぽつんかポツンと、えーえー、でかい建物が建ったというような感じでございました。 先ほど理事長からお話もありましたように緩和ケア病棟が設置されその後養子銭湯が開設しております当時の厚生大臣でありました小泉純一郎大臣それから三笠宮殿下ご夫妻がご,ご臨席いただいて盛大に会員を祝ったことを記憶しておりますで、まあ、この30年ですけれども、まあ、あの 最初の20年、ですねちょうどそのえっと93年の時点でまあ日本人のがん患者さんの5年生存率というのが53%、まあ、その後、20年間でまあ64%ということでまあ11%ぐらい向上していると。この後は もう少し経たないと成果は出てきていませんがまたさらに少しずつ治療成績が上がっているのではないかと思っておりますで我々東部院員の方は先ほどリーチからもありましたように2つのミッションを掲げて30年間の取り組みを行ってきました最新のがん医療を患者さんに提供する それからもう一つ新しいがん医療を創出するこの2つに職員一同全力で取り組んできた次第でありますでこの30年間ですねあの本当にあの多数の成果を世界に発信してまいりましたいくつかご紹介させていただきます 1まあ一つは内視鏡の方の診断技術で NBI という技術を開発しえ、まあ、<coughs> 例えばこちらではなかなか判別しづらいえまあこの非常に早期の咽頭がんですねえこういったものを発見できるようになりしましたし <coughs> それからえ内視鏡的なえ粘膜下層の剥離術というのでまあこういった IT ナイフを開発しまあこのように えー、粘膜を剥離して、えーっとまあ、あの完全に手術をせずにですねこういった早期のがんを治すもうこれも世界にまあ普及しておりますけれども、まあ、1例目行ったのはこの東病院でございました、えー、さらに、まあ、外科の方はですねえっとあの 機能温存手術ということでまあできるだけ侵襲を少なくするあの手術というのに長く取り組んでましてまあ例えば直腸がんの部分においてまあかつてあの肛門人工肛門をつあのえ作らなければならなかったものがまあ今腹腔鏡で肛門の方からも見ながら手術をすることで TATV というのを 当院のちょうどお話しする伊藤副院長のグループが開発され今急速に世界で広がっているという状況でありますそれからお薬に関してもですね新しい国産のがんの新薬の開発に中心的に関わってまいりましたまあ代表的なものですけども抗体のえっと 抗体に抗がん剤をくっつけたタイプの新しいタイプの抗がん剤をあのこの東胤園で初めて投与しご覧のとおりまあ胃がんの患者さんですけどもまあ非常にあの消失してもう5年以上生存されているえそれからまあこのハーツの標的に対してえ胃がんに関しては当院のグループがえっと 中心となってアジアの臨床試験を行ってまあ非常に良い結果でまあその後欧米での承認を取っているで乳がんに関しては欧米の方が主体でありましたけれどもまあ成績が良くてまあこれもえ昨年のあの s c o というあの世界で最大のがん治療の学会ですけどもま,あまさに会場5000人ぐらい入るところでの発表で まあスタンディングオベーションが起こるほどの,あの非常に優れた成果が出されています。で、たこれもですね、原理というのは実は我々のセンター医療科センター,センターに所属している松村先生が長いだいぶ前に開発した原理に基づいて作られたものであってま、まさに今もう世界に広まりつつありますけれども、非常に えー、まあ柏の中心的に行った成果かなと思っております。えー、それから新しい肺がんのドライバー遺伝子もこれも後ほど後藤副院長のグループが発見されで、えーまあえー、っとその適合するお薬を見つけて、まあ、実際に患者さんに投与してみる、まあ、ですからこれ世界で初めての投与になるわけですけどもご覧のように 広く転移していたものがこれもほとんど消えた状態でこの方も2年以上も元気に生存されているそれから陽子線ですね世界で2番目の設置で行われ,これも非常にあの高精度で高い効果と副作用が抑えられ特に頭頸部とか腫瘍等では非常に効果を発揮しておりますでこの当院での経験等が 普及のきっかけとなって今、えー、世界的にですね、えー、もう100施を超える陽子線の設置がさらに計画も100施ぐらいありまあ、世界に普及をしたきっかけとなっております、えー、こういった取り組みを行いまして、えー、我々過去10年間ですね独方化して、えー、まあ外来の患者さん入院の患者さん、えー 非常にあの手術件数、抗がん剤、それから放射線すべてにおいて非常に患者数は増加の一途でありまして病床の稼働数ももう100%を超えているとそういう状況になりましたでそういった中でも患者さんにできるだけ多くの患者さんに新しい医療を届けるというのが職員の思いでして まあ、あの昨年ですね、えー、三井さんのご協力のもと、敷地内にホテルが開設いたしました、えー、その中で外来も併設し、えー、遠方の患者さんや通院治療中の、えー、患者さんの利便性向上を図っております、えー、それから、えー、っと遠隔医療のモデルというのも今、構築しております。 えーまあ、とある縁がありまして、研究での縁ですが、山形県の鶴岡市立庄内病院と、えー、医療連携を2年前に結び、同、え、院、ー、で、えー、当院の専門医があの外来、相談外来を開設、えー、それから高速通信を結んで、えーまあ、あの庄内病院の腹、えー、腔鏡手術を、当院の外科医が同じ画面を見ながらですね、えーまあ、あの支援する。 えー、そういったことを昨年の12月から開始いたしまして、えーまあ、地元の将来日報さんには非常に大きく取り上げられておりました、えー、さらに、えー、患者さんの総合支援ですね、まあ、今 SNS 等が非常に急速に発展しております、えーまあ、患者さんの身体的精神的社会的側面を総合的にサポートする、まあ、サポーティブケアセンターというのを我々組織してまして 非常に多職種ので患者さんを支援するでその取り組みとかそれからオンラインでのセミナーそして YouTube で配信というのを行っておりましてもうすでにですね昨年の段階で全国47都道府県1200名を超える医療従事者の方あるいは患者家族の方の登録をいただいて毎月 医療の視聴、えっと、回数も,もう今や万月平均で1万4000回という、まあ、非常にその効率的な普及になっているかと思います。でさらにその次のですね、えっと、医療の創出も開始しております。 1一つはフォトンカウンティング CT という講師を使った新しい CT 機でこれはキャノンメディカルと一緒にもうすでに設置がされてより精密かつ低被曝かつもう一つの特徴としてその組織の部分のいろんな物質が分別できるそういった可能性がありまして 今、後ほどお話があると思います、えー、ノーベル賞の梶田先生の宇宙開発とかの技術あるいは原理というものが、えー、非常に応用されている機会であります、えー。それからこの地区ですね、えー、柏の葉のスマートシティデータプラットフォームというのを三井さん、それから NTT と共同で進めておりまして、新しい検診のシステム。 これは後ほどお話しされる太田市長、柏市長とも相談しながら進めている状況でありまして、要はスマホで検診とま、まそういう形のシステムを構築中であります。それから手術の危機器開発も伊藤副院長を中心に進んでおりまして、 まあご覧のようなナビゲーションシステムですね手術の際の神経とか血管の走行が見えるような形が画像で見えるようにして手術の安全性と時間の短縮に非常に貢献しつつあります。あとベンチャーを作りまして手術の支援ロボットというものを彼らのグループが作りまして。 ま,あまさについ先日にあの2月1日ですね新しくこの手術支援のロボットが承認が取得されましてまあこういったまあ今後あの製造販売に行くものと思われますまあこれは非常にあの手術の支援という意味合いではまあ今後 使用されるというふうに考えておりますさて今のがん治療というのを全体像を見ますとご承知のとおりステージ別の進行の度合いによって治る率というのは違ってきますまあいわゆる早期のステージ1とか2ぐらいであればまあ高い確率で治ります で一方で3や4になると、まあ、非常にそのなかなか治り率というのは厳しい状況になりまして、まあ、今一番この辺を引っ張り上げていく早期診断に関しては先ほど言った取り組みがありますが、まあ、この辺に関しては薬物療法の進歩というのが期待されているところでありますでこの件に関しましては新しい医薬品であるとかそれから再生細胞治療の開発先端医療開発センター長のちょうど 土井の方がお話しされると思いますが土井センター長を中心にまあ今、急速にこの基盤を整えていまして病院の隣の三井さんのリンクラボに新しいこういう薬を作るところを企業を誘致しそれから国の新しい医薬品開発の拠点にも選定されて精力的に薬の開発に努めております。 まあそういった中でいわゆる京都大学の iPS 研究所との共同で、まあ、新しいです、ね、免疫細胞療法の臨床試験もすでにスタートしているところでありますそれからゲノム医療に関しても先ほどご紹介ありましたスクラムジャパンというものを組織しまして、まあ、製薬企業18社ですねほぼ抗がん剤を作っている企業はすべて 参加していいると思いますが共同で全国の患者さんの2副施設と連携をして開発知見に登録1300例を超え12剤14適用ですでに薬事承認取得して我々の目的というのはその患者さんに届けると承認を取って届けるということであります。 それからもう1つ最近のトピックとしてリキッドバイオプシーというものがございます。これはがんというのはどんどん増殖しますけど一方で一部は壊れていくでその漏れ出るで血液に入ってくる細胞や遺伝子の DNA とか RNA というものが今解析できます。 でそのまあ、この辺の研究に関しては今、世界の先端のところで走っていましてもうすでに消化器癌では組織でなく血液でも同じような遺伝子変化がキャッチできることを世界のトップジャーナルに報告していますし、まあ、今、早期診断ですね血液で早期診断ができるような計画を今、進めているところであります。 それから最近のトピックとしてこれも先月、ネイチャー・メディスンというトップジャーナルに報告しましたけれども、術後のがんの微小残存腫瘍ですね、この検出ができるようになってきていると、手術をしてその後の血液を取って、ここにがんの痕跡がなければあのほとんどの確率で再発はしない。 一方ここにあのがんがあるとかなりの確率で再発するですからこういった方には抗がん剤がやらなくていいやってもやらなくても変わらないこちらの方に関してはやった方が明らかにいいまあ要はあの今まで全員にやっていたものが67割の患者さんで不要な抗がん剤をやらなくてよくなるのではないかということが可能性として示唆されてまあ大きく臨床を変えると思います。 えー、さらにその先で新しいお薬ですね、えー、とそれから個別化のさらに上を行く超個別化治療というその組織での DNARNA タンパクそれから血液での同じようなタンパク、えー、そしてがんの周囲の組織で一つ一つの細胞を見ていくこういった情報をもとに人工知能の解析も加えて 新しいお薬の創薬とそれから超個別化治療というものを今やっておりましてまあ具体的なイメージとしてはご覧のとおりですねえがんとその周囲のいろんなリンパ球とかそういうものがもう一つ一つの細胞がえどういうものが来てるかというものが見えるようになってきましてまこれをもとに標的を目印としてえまあこのセンター医療開発センターの方での いろんなタイプの抗がん剤の創薬をしまあそこで一番患者さんに最適なお薬を投与するとまあこういうものが近い将来に進んでいくと思いますまあ今まさに新病院の建築計画を我々は行っておりまして今の予定では2030年にご覧のような緑多いですねまあ新病院が すする予定でございます、えー、国際色豊かにしそれからあ、まあ、開発センターの方も新しいですね、えー、開発の、えー、研究ができる体制を作っておりますで、えー、次の10年この後あとパネルディスカッションもあると思いますけども、まあ、我々が目指しているのは、まあ、あの新しいがん医療の創出拠点であります まあ今現在ですねあの世界の創薬の拠点っていうのはボストンのハーバード MIT のところにあるケンブリッジのクラスターそれからご承知のりありアメリカのシリコンバレーというのが危機開発の研究拠点になっていると思いますまあこういったものに近づけるように頑張っていきたいと思いますけれどもあの えーまあ、変わらずですね、常に変わらないのは、新しいがん医療をです、ね、いち早く患者さんのもとに届けると、まあ、これは何十年経っても変わらないと思います。きょうご参加いただいている皆様方、ウェブで参加の方も含めまして、今後ともご支援いただければと思います。本、えー、本日はごごごご参加いいいたたただき本当にあありりががととううざざまましし ありがとうございました。国立がん研究センター柏キャンパス30周年の歩みと将来展望と題しまして国立がん研究センター東病院長大津敦史より講演させていただきました。